アットダイムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。三浦奈緒子です。今回の新商品ラボは、暑い夏におすすめのドリンクをご紹介します。今日はサントリー広報部からヒーローゆきこさんにお越しいただきました。どうぞこちらへ。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、あのサントリーから発売されるこの夏にぴったりの新商品をお持ちしました。はい、まずは一つ目がエスプレッソーダという商品です。エスプレッソーダですか？はい、名前からなんとなくイメージつきますでしょうか？なんかコーヒーとソーダが一緒になったような、まさにその通りで、これまでありそうでなかったあのコーヒーの炭酸飲料なんです。本当になんかありそうでないですよね。そうですね、これまで何度かチャレンジしたんですけど、なかなかこう味わいで満足できるものが各社はできなかったところで、今回初めて実現をすることができました。なんで今までなかったんですか？そうですね、やっぱりあのコーヒーとかっていうのは実は、作った後に保存させるために加熱殺菌というのをすることが必要なんですけれども、どうするとそうするとどうしても味わいで美味しさが失われてしまうことがありますので、なかなか実現できなかったんですが、今回サントリーでは新しい設備を加えたことで酸味を抑えてコーヒーのらしさを維持することに成功しました。へー、もうまさに先端の技術がこの中に詰め込まれてるっていう感じですか？というのが一つ、こちらおすすめです。ぜひ後で飲んでいただきたいなと思います。はい、あの最近オフィスなんかでもコーヒーを飲んで一休みという方いらっしゃると思うんですけど、この暑い夏にはやっぱりソーダもあって爽快にというのがおすすめですね。そうですね、やっぱり暑いと炭酸でスカッと、そうですね、気分を変えたくなりますよね。はい、そうですね、かなりおすすめの商品です。はい、でもう一つが同じくこちらも炭酸飲料なんですが、おなじみのペプシというこちらコーラ飲料なんですけれども、はい、ペプシコーラというと少し甘いなという印象あるかと思うんですけれども、そうですね、うん、割と苦手な方も、その甘さが苦手という方もいらしてですね、大人の方なんか特にそういう方の声が多いので、うん、今回甘くないペプシというのを作っています。甘くないんですか？はい、ちょっと甘くないコーラって想像がつきにくいですね。あの甘さを極力、カロリーがゼロということではないんですけれども、甘さを抑えてレモンのフレーバーを入れてすっきりと後口も楽しんでいただけるような商品になっています。これはなんか CM でもおなじみですね。そうですね、今桃色クローバー Z に登場いただいていて、6月から発売をしていて大変好評にいただいております。こちらもぜひ飲んでいただきたいなと思っています。早速試飲の方に行きたいんですが、はい、今日は冷たく飲んでいただくために、より美味しくということで、氷もサントリーからご紹介したいと思います。なんだかこの氷白いですね。そうなんです、ちょっと見ていただくと真っ白な氷なんですけれども、実はこれはサントリーの天然水南アルプスで作った氷なんです。飲んでます。はい、こちらを使っていると中に天然水とミネラルが入っていますよね。のでこちらのように白い氷になるんですね。ミネラルの色なんですね。そうなんですね、すごい優しい感じの氷になりますね。そうですね、こちらで飲んでいただくとよりこう相性もいいので美味しく楽しんでいただけると思います。楽しみ。サントリーではこの白氷という、白い氷と透明なスーパークリアアイスという2種類をコンビニ限定で今月7月17日からは全国で発売になりますので、ぜひお試しいただきたいと思います。普通のロックアイスとどういった違いがあるんですか？そうですね、やはりまずは溶けにくいということもありますし、あとはすごくお酒ですとかいろんな飲み物をより美味しく楽しんでいただけるなと思います。あのやはりミネラル天然水 100% というところで、味わいの方も楽しんでいただけると思います。溶けにくいっていうのは嬉しいですね。結構お家で飲んだりするときに机の上に置きっぱなしなことよくありますね。そうですよね、あとは量もこのぐらいの量なので、普通氷買ってくるとなかなか使い切れないで終わってしまうこと多いんですけれども、1回作って皆さんで楽しんでいただけるようなサイズになっています。はい、はい、では早速飲んでいただきたいなと思います。いやー、どんな味なんでしょう。プシュプシュいってますよ、コーヒーが。一回り普通のペットボトルサイズからはちっちゃいんですね。そうですね、330ミリで、一度で飲み切れる量ということで考えています。あ、コーヒーのいい香りがしてきました。
シュワシュワしてる。シュワシュワしております。色はコーラみたいですね。ぜひ召し上がりください。じゃあちょっといただきます。おいしい。ありがとうございます。すごいおいしいです。私ちょっと実はちょっと不安だったんですけどびっくりしました。でこういう味になるんですね。結構この味わいに驚きを持っていただく方やっぱり多いですね。うん、なんかほんのり甘くてすごくスカッと爽快感もあって、しっかりでもコクとか苦味も出てます ね、 エスプレッソらしさっていうところはしっかり残っているので、それをこうすっきりと楽しんでいただける、コクがあって上質な甘さがあってという感じです。ちょっと開けた途端にいい香りもしてくるぐらい香りもありがとうございます。いいですね。という商品、こちら7月31日から発売になります。7月31日、はいはい、こちら続きまして、こちらが甘くないペプシですね。やっぱり普通のものより黒いですね、色が。そうですね、あの色味もしっかりあるんですけれども、こちらもちょっと区別つかないですね。確かに似てますね。そうですね、はい、ぜひお試しください。ではいただきます。全然甘くないです。びっくり。でも本当に大人の味ですね。そうですね、すっきりしているので本当にいろんなお食事の時にでも合ってしまうぐらいおすすめですね。確かに食事の時ってやっぱり甘すぎますもんね。すごく落ち着いた味です。商品化にまでってどれぐらいかかったんですかね。こちらのエスプレッソーダですと、割とやっぱりの新しい設備を導入するということもありまして、通常新商品は半年ぐらいで開発できるものもあるんですが、数年間かけてようやく開発にこぎつけたという感じです。コーヒーと炭酸という夢の組み合わせを最新の技術で、はい、なんか他の楽しみ方もできそうですよね、いろいろ。そうですね、味わいがまあしっかりしていて、まあ、変な甘さもそんなにないので、うん、例えばこうペプシブラックですとお酒と少し割ってみたりですとか、うんうん、こういったエスプレッソーダ少し牛乳を足して楽しんでいただいたりですとか。そうだ、牛乳、そうね、いいですね。ちょっともうどっちか分かんなくなったこっちが多分コーヒー、こっちがコーヒー、はい、牛乳すごく合いそうです ね、 そうですね。飲み方 の、 あの広がりはものすごくあると思いますので、うん、ぜひご家庭でいろいろ試していただきたいですね、うん。牛乳と炭酸っていうのもなんか珍しいですね。これまでなかったですよね、うん、いろんな味がどんどん楽しめるようになっていくんですかね、はい、そうですね、あのこういった新しい設備を作っていくことでいろんな炭酸の楽しみ方っていうのが私たちも広がっていくなと感じていますので、今後も商品化の際にはそういったことを念頭に入れて作っていきたいなと思っています。楽しみですね。皆さんもぜひぜひ味わってみてくださいね。以上、三浦奈央子の新商品ラボでした。